1964年の近鉄バファローズでは、1964年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、別途オル監督の3年目のシーズンである。別途監督の2年間で、チーム成績が最下位4位と浮上し、この年こそ A クラス入、e、りを狙うチームは開幕ダッシュ成功と、行きたかったが最下位で4月を終了。 5月には13勝14敗1分と検討するも6月以降は負けが込み、最下位に定着。9月に6連勝して、上位陣を脅かすも時すでに遅く、5位の西鉄同様、マッチレースを繰り広げる難解、半球などの草刈り場となり、最終的に優勝の難解に28.5ゲーム差、5位西鉄には9ゲーム差をつけられて、全日程を終了。 前年4位躍進の原動力となった、投手陣は、佐々木光一郎が、リーグ最多の73試合に登板し、久保進博徳久俊明をはじめ4人が2桁勝利を挙げた。一方で、23敗で、最多敗の徳久を、はじめ5人が2桁敗戦を喫するなど、甲不調の波が激しく、防御率、被安打、自責点ともに、リーグ再開。 打撃陣は4番の土井正宏が、チームトップの28本塁打を放つなど打線が、前年同様校長で打率ベスト124人を送り込んだが、守備が荒く失策は、リーグ再開の165個を記録。シーズン終了後、別当監督は、成績不振の責任を取り辞任し公認には、岩本義幸コーチが昇格した。ありがとうございます。